キンプリとナンバーアンダーライン愛の共演で起こるファンの対立 SNS 上での激しい論争中居正広が触れてはいけない禁断の話題キンプリとナンバーアンダーライン愛の運命的な再会昨年の夏毎年恒例の大型音楽番組音楽の日 TBSK が放送され多くのファンが心待ちにしていた今年の注目は 特にキングプリンスとナンバーアンダーラインアイの共演だった。これは、キンプリの一部メンバーが脱退し新しいグループを結成した後、初めての大きな共演となるため、その動向に多くの関心が寄せられたのである。2023年5月にキングプリンスを脱退した平野翔、ガン・ユータ、神宮寺・ユータの3人は、ジャニーズ事務所を離れて滝沢秀明氏が設立した株式会社とべに合流し、 同年10月に新グループナンバーアンダーラインアイを結成した。この一方、長瀬連と高橋海斗の二人はジャニーズ事務所に残留し、キングプリンスを二人体制で継続することを選んだ。この決断はファンにとって大きな驚きと衝撃をもたらし、結果として両者のファンの間に深い溝が生まれることとなった。脱退という選択は、ファンにとって非常にセンシティブな問題である。特に、 デビュー5周年という節目の時期に平野らが脱退したことで、多くのファンは突然の出来事を受け入れがたく、その怒りや失望が次第に過激な行動へと発展することもあった。例えば、脱退前に音楽特番、ベストアーティスト、日本テレビ系、に出演した際、MC の桜井翔が、このメンバーでのベストアーティストへの出演は今夜が最後、と紹介したことに対し、一部のファンは、 最後という言葉が強調されたと感じ、日テレやジャニーズ事務所に抗議文を送ろうとする動きが見られた。さらに、今年5月に音楽番組ウィズミュージック日本テレビ系に出演した際には、司会の宇働由美子が長瀬と高橋にナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを見たりするのと質問したことに対し、再び一部のファンが激怒し、SNS 上でハラスメントだと抗議する事態が発生した。 今回の音楽の日においても MC の中井雅宏がキンングプリンスとナンバーアンダーラインアイの両グループにどのようなトークを持ちかけるのかに注目が集まっている8時間にも及ぶ生放送の中で両グループが同じシーンに登場するかどうかは定かではないが脱退後初めての共演となるためそのタイミングにおいて中井がどのような話題を振るかについてファンの間で様々な意見が飛び交っている SNS 上では 中井が、先輩面して何かを言ってきそうだという懸念や、余計なことは聞かないでほしいという声が上がる一方で、何も聞かず触れない方が不自然だ仲良しの5人を見たい、といった意見も多く見受けられる。多くのファンは、かつての仲間が同じステージに立つことを喜び、彼らの成長を応援する姿勢を示している。ファンの中には、キングプリンスとナンバーアンダーライン愛が互いに尊重し合い、 それぞれの道を歩む決断を下したことを理解し、その選択を尊重するべきだという意見もある。両グループが再び共演することに対し、ファンがその状況を見守り、彼らの活躍を純粋に楽しむべきだという声も多い。中井正宏が MC としての立場から、どのようにトークを進行するかは彼自身の判断に委ねられている。彼がもし突っ込んだ話をする場合、 それは事前にメンバーたちの了承を得た上でのことであり、その意向を汲んでの話だろうという見方もある。視聴者としては、彼らのパフォーマンスを楽しみ、番組を通じて両グループの新たな一面を見つけることが最も大切だろう。彼ら自身が決断した道を歩む中で、ファンができることは応援し続けることである。ナンバーアンダーラインアイのファンネームも決まり、 彼らがファンに笑顔を届けたいというメッセージには感動する声が多く寄せられた。ショー、騎士、神宮寺の3人を応援する気持ちと、彼らの新たな活動を尊重する姿勢は、多くのファンにとって重要なポイントだ。今後もキングプリンスとナンバーアンダーライン愛が様々な場面で共演することが予想される中、ファンはその瞬間を見守り、彼らの活動を後押しすることが求められている。 彼らが分裂したわけではなく、それぞれが納得の上で選んだ道であることを理解し、応援することが大切だ。旧事務所では実現できなかった共演が可能になった今、その機会を素直に喜びたいという声も多く聞かれる。一部のファンが SNS 上で過剰に反応し、抗議や批判を繰り広げる姿勢は、彼ら自身にとっても負担となる可能性がある。音楽の日は、 多くのアーティストが自分たちの曲を披露する場であり視聴者はそのパフォーマンスを楽しむことが最も重要だ安住さんと中居さんが司会を務める中で両グループがどのように絡むかに関心が寄せられているがファンとしてはその瞬間を楽しみ彼らの新たな一面を見つけることが最も大切だキンプリとナンバーアンダーライン愛のファンが互いに批判し合うのではなくそれぞれの活動を尊重し 応援することが求められている。両グループが成長し続ける中で、ファンはその過程を見守り、彼らの成功を喜ぶことが最も重要だ。音楽の日における共演は、彼らの新たなステージの一歩として、多くのファンにとって記憶に残る瞬間となるだろう。その瞬間を大切にし、彼らのパフォーマンスを楽しむことで、ファン同士の絆も深まることを期待したい。ファンとして、 彼らの選択を尊重し、理解し、応援する姿勢を持つことが求められる。彼らが新たな道を歩む中で、どのような挑戦や困難が待ち受けているのかは未知数である。しかし、それを乗り越えて成長し続ける彼らの姿を見守り、応援することが、ファンにとっての喜びであり、使命でもあるだろう。キングプリンスとナンバーアンダーラインアイがそれぞれの活動を展開する中で、互いに支え合い、 尊重し合う関係を築いていることがうかがえる。これからも彼らが新たな挑戦を続け、さらなる成功を収めることを期待してやまない。特に、ファン同士が協力し合い、彼らの活動を支えることで、さらに大きな応援の力となることができるだろう。一方で、SNS 上での過激な反応や批判は、彼ら自身にも悪影響を及ぼす可能性がある。ファンとしては、 そのような行動を控え、彼らの活動を純粋に楽しむ姿勢を持つことが重要だ。批判や抗議よりも応援や賞賛の声を届けることで彼らのモチベーションを高めさらなる成長を後押しすることができるだろう。音楽の日における彼らのパフォーマンスは多くのファンにとって特別な瞬間となるだろう。その瞬間を楽しみ彼らの成長を実感することで ファンととしての喜びを共有するることができるそして彼らの未来を応援し続けることで彼らとの絆を深めることができるだろうまた彼らが新たな活動を展開する中でどのような変化が訪れるのかを楽しみにすることも大切だ彼らがどのように進化し成長していくのかを見守ることがファンとしての大きな楽しみの一つとなるだろう新たな挑戦や成功を共に喜び合い 応援し続けることで彼らとの絆を深め共に成長していくことができるだろうキングプリンスとナンバーアンダーライン愛がこれからもそれぞれの道を歩み続ける中でファンとしての姿勢が試される時が来るかもしれないしかしその時こそ彼らを信じ応援し続けることで彼らの成功を支えることができるだろう彼らの成長を見守り共に歩むことで ファンとしての誇りを持ち続けることができるだろう。最終的に、彼らが選んだ道を尊重し、応援し続けることがファンにとって最も大切なことだ。彼らの新たな一歩を見守り、その成長を喜ぶことで、ファンもまた彼らと共に成長していくことができるだろう。音楽の日という特別な場を通じて、彼らの新たな一面を見つけ、共に楽しむことで、 ファンとしての喜びを共有することができるだろう。そして、彼らの未来を応援し続けることで、ファンとしての誇りを持ち続けることができるだろう。